こんな感じでね、開けてあげてください。はい、どうも、りょうりょうりさん、りゅうせです。ということでですね、今回はですねコラボ動画ですね。何のコラボかというとですね、 JA 全農栃木さんとのコラボで、こちらのですねとちおとめ。栃木はね、いちごの収穫量がなんと日本一なんですよ。そこの大自然で生まれたですねこのとちおとめ、これをね使ってりゅうさん最高のデザートを作ってくださいというふうに言われましたので、最高のいちごのですね食べ方を私考えてきましたので、こちらをねこれからやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、僕が考えたとちおとめの最高の使い方、こちらをね今からやっていきたいと思います。刮目してくださいね、これね、氷はねこれぐらいに。とちおとめね、ちょっとヘタ取ってもらって軽くね潰してあげた方がいいですね。はい、皆さん豆知識なんですけども、とちおとめはねビタミン C が豊富なので、大きめ5粒でですね1日に必要なビタミン C が全部取れちゃうので、ね、軽く崩したこのとちおとめで、ここにいつものあれを入れていきます。で、炭酸を注いでいきます。皆さん、これが私が提唱する最高のとちおとめの飲み方、とちおとめハイボールでございます。じゃあいただきます。これね、皆さんネタだと思ってるでしょ。これ超合うから、すごい頬張りながらね。うん、これマジイチゴ大好きだ。最高。じゃあ皆さん、ぜひやってみてくださいね。カットで、はい、完璧だ。ありがとうございました。もうやっぱりとちおとめね、やっぱりそのままね、そのままハイボールに入れて食べるのが一番です。ありがとうございました。言い訳ないでしょ。ということでですね、今回はいちごのデザートの中で一番好きないちご豆腐っていうのをやっていきたいと思います。とちおとめハイボールをね楽しみながら楽しくやっていきたいと思います。じゃあですね、早速作っていきたいと思います。このね、いちご豆腐ものすごく簡単なんでね、皆さんも試していただきたい。まずですね、このいちご、今回ね7個から8個ぐらいのいちごですね、だいたい 120g のいちごなんですけども、これをですねヘタ取ってですね、もうフライパンに入れていきます。僕の場合これね、ボウルでやってもいいんですけども、僕はちょっと洗い物やりたくないので、でこんな感じですね。そう、今回は、ね、デザートなんですけど、フライパンで作るんですよ。そしてですね、ここでよくねいちごをね、潰してしまいます。これね、あのちょっと後で豆乳と合わせますんで、馴染みが良くなるように、潰します。はい、うちはねマッシャーとかあるんですけどね、なければねフォークとかでもいいです。フォークとかでやるとフライパン傷つきやすいので、傷つくの嫌だなっていう方はボウルでやってくださいね。はい、こんな感じですね。そしたらですね、ここにいちご豆腐なんで、今回はね豆乳、この豆乳を投入していきます。あとね、お砂糖です。お砂糖がね、大さじ2杯。はい。ちょっとね、甘くします。はい。で、片栗粉が大さじ1と半分。これも、全部入れちゃいます。はい。そしたらね、よくね、混ぜちゃいます。でね、よく混ぜちゃいます、この中で。片栗粉がね、ちょっとね、ダマになりやすいので、ちょっとね、よく混ぜます。で、全体的に混ざり合ったらですね、そしたら、ここで火にかけます。だいたいね、弱めの中火ぐらい。そんな感じです。そしてね、弱めの中火にかけながら、こうね、絶えずね、このヘラで混ぜていくんですね。そうするとね、片栗粉の力でね、全体がね、ちょっとトロッと固まってくるんです。これちょっとね、この混ぜをサボっちゃうと結構ダマになっちゃうので、はい、ボコボコいっていい。そしたら、よーくね、混ぜ合わせます。これをちょっとね、固まってきたら、ちょっとね、弱火にします。で、こう混ぜていきます。この感じだから、豆乳でこうやって固めるからいちご豆腐なんですね。はい、春らしいデザートにできると。はい、いやもうこの時期にねうってつけですね、これね皆さん。まあこれはね、あとはね好みだね。あのもっと硬いのが好きな方はもっと煮詰めるともっと硬くなるんですけども、鍋底にこう線がかけるぐらいになったらもう大丈夫です。はい、そしたらこれをボウルに移します。はい、そしたら、この桜色のいちご豆腐をですね、すべてこの鍋に入れていきます。ボウルです。で、これを冷蔵庫で冷やし固める。時間がないときは冷凍庫入れちゃっていいんですけども、だいたい冷凍庫で30分ぐらい、冷蔵庫だと2時間ぐらいかな。ちゃんと粗熱取ってくださいね。はい、ラップして冷凍庫ね、今回冷凍庫入れます。はい、それではですね、
キンキンに、冷えたものがこちらになります。はい、冷凍庫で大体20分から30分ぐらいですね、やったものです。これを器に入れていきます。こんな感じ。このトロプル食感がね、ほんと美味しいんですよ。で、とちおとめ乗せて、で、あればこの練乳をちょっとこうかけてあげてください。はい、あ、かわいい。もうちょっとかわいくないこれ、世にもかわいいいちご豆腐完成でございます。はい、それでは、できましたのでいただきたいと思います。いただきます。これマジうまいな。じゃあいただきたいと思います。これスプーンですけど、このトロプル感ですよ。これこれマジうまいんでね。好きだわ。すっごいうまい。言うたらね、あのいちごのこうブラマンジェみたいな感じですね。食感がね、結構お餅に近いですね。ちょっととろっとしてて、これがねすっごく美味しい。そしてとちおとめの爽やかなこのいちごの香りがですね、すっごくこの中に効いてですね。であと後かけの練乳とすごいうまい。いちごと練乳はね、もう本当にアンパンと牛乳ぐらい合いますからね、これはね。そしてとちおとめハイボール。ナウなヤングに爆受けです。本当にうまいこれ。ということで皆さん、こちらのとちおとめで作るいちご豆腐、ぜひ試してみてください。いちごつぶしスプーンってあったじゃん、昔ね。あったよね、いちごつぶしスプーン。どこ行ったのあれ。いちごつぶして牛乳と砂糖を混ぜて食べるのが一番おいしいの、あれは。でも最近の若い子はいちごつぶしスプーン知らないらしい。いちごつぶしスプーンを知ってる人たちはもうちょっとコメント欄に書いてください。寂しい。あのなんか、20代ぐらいのことを話した時に、なんかいちご粒スプーンとかでよくいちご食べたよねって言ったら、知らないって言われた。